よし、なんか暇だし動画でも見ようかな。なんだこれ。誰だこいつ。はい、今日もやっていきまーす。はい、まあ今日なんですけどもね、というわけで、ガンガンやっていこうかなと思ってます。誰だ、初めて見る。まあ1週間ね、まあ終わりましたけど、まあ月火水木金土日で、今日が日ということで、まあいろいろなことあったけど、嫌なこととか、まあ嬉しいこととかね、まあいろいろあったけども、まあいろいろいろんなニュースね、俺の耳に飛び込んできてます。まずあのエヴァのね新作なんですけども、まあエヴァの新作はもう本当にレビューとか読んだけど、そのレビューとか感想とかいろいろあるけど、でも俺はもうごちゃごちゃ言うやつはごちゃごちゃ言うし、ごちゃごちゃ言わないやつはごちゃごちゃ言わない。言いたければ言えばいいし、言いたくなければ言わなくていい。ただそれだけの話。俺はただ庵野守監督に俺はついていく。ただそれだけ。ついていくやつはついていくし、ついていかないやつはついていかない。めちゃくちゃ当たり前のことずっと言ってんじゃん。それはもう本当にここだけの話、俺は言っていこうと思ってる。言わなければあの世に広まることもない。言わなければ世に広まることもないし、言えば世に広まることもある。それを最近俺は自分で気づいた。この月火水木金土日、その日で今日は俺は気づいた。そういうところ。おいごめんごめん、おい何入ってきてんだお前。なあ、何撮ってんの。母親、違う、お前配信やってんだろ。いつも今いつも俺やってんだろ。お前なってます。母ですやって。こいついくつなんだよマジ。なあ、ごめんね。ごめんねじゃねえだろお前。ごめんなさい。おいな、はい、行けよお前ね。紹介してよ、誰を紹介すんだよ。ほぼ映ってないよ。まあお前な。はいはい、分かった。じゃあ出ていきます。出たがりか。すいません、失礼しました。出たがりか。すいませんなあ。えマジで。ちょっと待って、視聴者数1ってなってるけど俺しか見てないのこれ。すいませんね、やば。はい、初見さんいらっしゃいね。えもうすいませんね、全然気軽に見てってください。もうほんとあいつはね、元気、マジで元気だから。ずっと初見さんって初見にしかいないじゃん。ほんと元気。俺から言えるのはほんとにあいつは元気ってこと。なんかね、もう生まれてから俺今あいつの付き合いをだからしてるみたい。どれぐらいだ、もう35、6年、35、6年一緒にいるかな。もう36なんだ。あいつが俺のことを産んでくれてからだから35、6年一緒にいるんだけど、もうほんと元気。あいつはね、もう出たがりだからね。でもまあ怖ほんと神回になったかな。 いるよ後ろに。正直なこと言いますと、正直なこと言うと神回になったかなと思ってます。何が神回なんだよ、はい、これの。ね、何の話だったっけ。俺いなかったらどういうことなんだこれ。何の話だったっけっていうことになるのよ、あいつがこう入ってくると。本当にね、なんていうの、常日頃からなんかその自分の出れる場所こう探してるというか、月があったらなんかね、俺のとこにねこう絡んでこやつすんのよ。なんだこれ。もういいわ、もういいわ。何もう出たがりって人の悪口言ってたでしょ。お前もういい、悪口言ってたでしょ。私のちょっとお前何ひどくない。ねえもうひどいよね。おいおかおい、ね、なあ、ファンの皆さん聞いてください。そんな人じゃないですよ。許さ、お前もうお前どんだけ元気なんだ。違う、もうじゃなあ、なんでもうほんともうやめて、もう私のこと言うの。言うだろって来たらなあ、もう私に隠れてこっそり言ったから。私の求めてねえ、求めてねえ、私のこと求めてないか。お前ごめんなさい、すいません。マジでやめろ、俺の仕事邪魔すんな。仕事ってこれ利益ないだろ。もういいって。はいはい、じゃあすいません、早く行け。はい、失礼いたしました。ああ、はいはいはい。あいつマジ元気だ。なんで元気って、どんだけ元気だ。ほんとに何食ってんのいつも。一緒だろ。まあ食ってるも一緒か。すいませんね、
はい、初見さんいらっしゃい。いやだ、ね、怖いな。けど見ちゃってるな。もうほんとすいませんね、ちょっと邪魔入って、正直今日神回だわ。初見さんって俺しかいないから。これはね、ちょっともう、これ全然やらせとかじゃない、マジマジで、ちょっと違うから、違うから。いやいやいや、おい、何書いてんだよ、やらせじゃねえから、やらせじゃねえ、おい、やめろそれ。おい、コメントもしてる。おい、掃除機かけんな。おい、掃除機か、お前ごめんね、ごめんね、掃除機かけちゃった。今、掃除機かけちゃダメ、今違うか、今ダメだね。おい、ダメ、タイミング間違えちゃった。天然ちゃんな、自分で弟子を探して、お前違う、そういうことじゃない。大喜利してくんな、弟子の大喜利。なんだ弟子の大喜利、そもそもこれどういう配信なの。お渡ししますじゃねえだろ。おい、掃除機かけん、止めろ。おこれね、これ天丼、これ天丼ってやつ、天丼ってやつ、天丼とか、お前天丼ってやつ、お前テクニック使うの、お前もういいで、ごめんなさい、もういいわ、すいませんでした。料理作れ、料理作るね、料理作れ、お前は見た目夫婦だけどな。お願いします、なあ、ちゃんお願いします、お願いしますじゃねえよ、もう本当に。あいつはほんと元気だわ。なんだよそれ、だから元気って、まあ、うん、まあ、ほんとになんだ今の。でもね、これはこれで、あ、初見さん、ちょいちょい話しかけんなよ。ほんとそう、ほんとあいつ元気、いや、コメント来てねえじゃん。あ、スパチャ、スパチャもねえだろ。で、あいつの、でもここはいいとこでもある。うん、あいつはあいつなりに頑張ってるし、このあいつの人生どういう配信なの。で、そう、俺もまあ嫌がるところはあるけども、あいつは本当に一生懸命頑張ってる。うん、俺そういうとこあいつのすごい好きで、あいつまでは言えないけど、うん、本当いいなとは思う。うん、いいなと思う人もいるだろうし、良くないなって思う人もいるだろう。そりゃそうだって。うん、それ人それぞれ。うん、まあ本当にね、まあそんな感じで、やっていこうと思ってます。ありがとうございます。じゃあ今日配信終わります。よいしょ。たけちゃん、あ、え、よかった、ごめん、いや、止まってないよ。いや、全然、ね、いいよ。あ、ほんと、あ、いや、もう初めてだから、お母さんこういうのも、え、タイミングとか間違ってなかった。いや、全然いい、全然いい、あの、全然、うん、まあ、神回にもなってたし。神回っていうか、ほんと、やらせなんだ。だから、もっと、もっと出ていけって感じ。ダメ出ししてる。え、もっと、いいの？タイミングとか伺うなって感じ。うん、あ、そうなんだ。うん、そっか、初めてだからちょっと、もうなんか遠慮しちゃったっていうか、なんかでもタケちゃんのファンの人が見てるから。いや、タケちゃんのファンって何？いや、大丈夫。俺の見てる、あの、まあリスナーとか、あの、視聴者の人は、だからそういうところめっちゃ面白がってくるから。俺しか見てないんだって。俺しかも今日本当に初見だから。頑張ったね、今日。いやいや、まあ、全然いい、大丈夫。じゃあ今日はあのハンバーグ作るから。ああ。ね。うん。じゃあお疲れ様、ありがとう、また出させて。はいはいはい。何冷めてんだよ。お疲れ。え？うなんか来た。え？うわ。ジェラードチャンネルだ。押しとーる。なんだあいつ。